ただいま2月18日の朝6時13分です。はい、おはようございます。今ですね、さっきね、これ除雪が来てくれた後なんですけれども、今はあの雪止んでますけど、まあ昨日のね晩から雪がね結構降ってましたので、またあの除雪をね、集落の除雪をする必要があります。あの山口さんと安藤くんがね、除雪の出動に行ってまして、集落の中はね、私がね除雪しないといけないんでね、除雪をこれからしたいと思います。で、今日はね、十日町商工会議所のね方々とちょっと雪像作りね、あの本当はね雪祭りがあって、雪像作りがそこに合わせてやるんですが、雪祭りそのものはね、ちょっと今年中止になったんで、雪像作りはまあ有志でね、やるような感じでちょっとやるんですけれども、その雪像作りにね、朝から行かないといけないんで、まあちょっとね、あのこういうちょっと薄暗い時間からね、集落の除雪をして、それから行ってみたいと思います。それでは行ってまいりましょう。ちょっとですね、実はあのこの動画2月18日のものなんですけれども、編集をねしてアップするのを忘れてましたんで、ちょっと今更ながらちょっと公開させてもらおうと思います。で、実はですね、実際の今日この2月25日に今アップするわけなんですが、今日自体はですね、もう雪も収まりまして、まあ、本当にあの峠を越えたなっていう感じなんですが、この2月18日以降からね、ちょっとまた降り始めて、で、最近ね、災害救助法が適用されたわけなんですが、今除雪車がね、通りましたが、こうして見るとね、やっぱりあの、この災害救助法が出た時の雪と比べると、まだまだ全然少ないなっていう感じがしますね。ここの集会場の前なんかもね、あのなんか雪の積もり具合がかなり少なくて、なんか結構あのこうして見ると、まあ早送りで送ってる分もあってですね、あの軽々とね、なんかあの除雪してるように見えますね。はい。で、こちらの隠居さんのお宅もですね、あの雪の壁がね、これ安藤くんがやった時、あのサムネイルの動画がね、動画のサムネイルがね、もう雪の壁が高いみたいなね、こと書いてましたけど、この時だと、まあ身長よりはちょっと高いですけど、まあそこまでね、そびえ立つほどの高さではなくて、この透雪機のね、雪も楽々とね、飛び越えていけるぐらいの高さではありますが、まあやっぱり本当に、もう数日でね、一気に降ると、こんだけね、景色が変わる、雪の高さが変わるということをね、まあちょっと動画を他の、日の動画とちょっと見比べてね、ちょっとあの確かめていただけると、またね違ったこう面白さが、見えてくるんじゃないかなと思うんですね。まあかなりねしつこく同じような動画をね、あの毎日毎日あの除雪するたびに上げてますけれども、まあこう定点観測でね、あのちょっとこう雪の様子を見ていただくとね、なかなかあの興味深いんじゃないかと思いますんで、ぜひですね、まあそういうあの楽しみ方をしていただけるとよろしいかと思います。で、ここのね、消防小屋の横の雪もね、災害救助法が出た時なんかはもう雪を落とすことができないぐらいもう横が詰まってたんで、かなりね、大変でしたし、ここのあの津倉さんのお宅もね、ここがね結構あの家の入り口までが非常に、長くてね大変なところだったんで、その災害救助法がね、出たあたりの、日なんかはもう運ぶのもね大変なぐらいで踏み固めたりしてましたけれども、ここはね、ある程度このぐらいの雪であればこうやって横にねこう投げ捨てることで道を確保できるわけですね。で、ここもね水がね流れてて、そこの部分の雪が溶けてるのが見えるかと思うんですけれども、まあ、普段であればねこうやってこう水をね流して、まあ、雪が溶ける部分があるぐらいのねところだったんですが、まあ、それがね、まあ、ひどい時は全くねもうあのあまりこの水の効果が見なかったぐらい大変でした。で、こちらの池谷分校の坂もですね、非常にね、楽な形でですね、ちょっと後で見てみたいと思う見えると思うんですが、はい、壁の高さが全然違いますね。やっぱりねこのそびえ立つ感があんまり感じられないですね。まあ普通のところからすればね、まあ壁高いは高いんですけれども、そうは言ってもね、あの全盛期一番ひどい時に比べればね、もうかなり、大したことない感じですね。
はい、もうなんか同じような大したことない話ぐらいしかちょっとしてないような感じですけれども、まあおそらくねこれからあのなんか天気予報とかでもまさに今日あたりぐらいが、まあ、春と冬の境目だっていうですね、まあ、そういった話なんかもありまして、これからね気温が上がってきて、で気温が上がればね一気にね雪もあの溶けてくるんじゃないかと思いますんで、まあ、今後ねそんなにね大した雪も降ってこないと思いますんで、まあ、ようやくね、こういう除雪からね解放されるんじゃないかなと思います。はい、終わりました。ちょっとね前の動画でもうあのしばらく雪降ってこないと思ってたんですけど、なんか急遽で天気予報が変わって、なんかあの結構なあの激しい雪がね、まあ激しいと言ってもあの全盛期ほどではないですけれども、まあこの時期にしてはまあまああの積もるぐらい降ったなと思って、ちょっとねまあ予想外でしたけれども、まあなんとかね終わりましたんで、これから雪像作りに行ってきたいと思います。終了時刻は7時56分でした。